アニメ、サザエさんで波平さんの声を務めていた声優の永井一郎さんが、27日午前、広島市のホテルで倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、亡くなりました。82歳でした。永井さんは、26日午後、番組のナレーション収録のため、広島市の放送局で仕事をし、食事を済ませた後、市内のホテルに宿泊しました。 27日になってチェックアウトの時間を過ぎても部屋から出てこないため、ホテルの従業員が様子を見に行ったところ、浴槽で長井さんが倒れていたということです。長井さんは病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。82歳でした。数多くのアニメや映画で声優を務めてきた長井さん。ゲゲゲの鬼太郎の粉記事や、よやら、 の、井の熊しごろも長井さんが担当しました。また、TBS の情報番組、情報7デースニュースキャスターではナレーションを担当。番組で破平さんの声を演じることもありました。25日の放送でも長井さんはナレーションを担当していました。1969年の放送開始以来、サザエさんで破平さんの声を演じてきた長井さん。シーンは、わかっておらず、 警察で調べています。永井さんは昨日午後番組のナレーション収録のため広島市の放送局で仕事をして食事